まあこんな感じです。さっきの光がめっちゃ気になるね。うん、ホラーナイト ST。 今日もですね、はい、とんでもない映像が見つかってしまいました。マジで、いやもうだいぶとんでもない映像だらけですよ。今までやってきたけど、最後に紹介して、それまでちょっと一旦調査班ホラーナイトたまりたまってますので、はい、こちらを紹介していきたいと思います。はい、本当本日最後に紹介するやつってめげつないです。えスコア認定それ。すいません。完全に取り憑かれ号泣、お蔵入りになった映像を解禁しますという。おお、これは何だ。ああ、恭平のやつか。恭平がもうなんかイカれて号泣しだしたやばいやつですね。31秒ふんって聞こえます。ちっちゃいね声が。ギリ俺らが聞こえるぐらいで届いてるかどうか。これは怖いから。たつきじゃない、これは。たつきの笑い方です。これはまあ認定されない。続いて10分23秒です。どんだけガチだったか分かりやすい。いや、いかがでした。もう怖いでしょ。誰も動いてない。うん、うん、そうなんだよ。まあこの辺はね、我々もですし、見てる方もまあもうびっくりしないでしょう。ザラですね。続いての動画です。はい、はい、犯人が特定されているのに未解決されたち事件。あー、出た。5分18秒です。コンコンっていう動画です。真犯人いつまでたっても捕まっていないと。ギガから聞こえてこない。ノックみたいな感じ、これ。もしくは上からドンドン。うん、これはまあ変ですね。続いて7分13秒また音が鳴ります。お関係は、はいはいはい。だからもうその時点で20年もう経ってるんですよ。だからもうその時点で20年もう。なんかあっち側だよね。うん、下立ってる音が。あ、雨漏りなんて一切してないんですよ。怖っ。あれだよね、これ電話する企画あったじゃん。うん、そう。それのさ、後半らへんにめっちゃさピチピチピチ出てる。あ、仕事ない。これはね、シンプルにドッキリできるね。うん、できる。怖え。それと一緒だよ。いやー、やば。で、こっちのが前の動画だから、ちょっとアピールしてて、やばいっす。気づかなかった結果、あの動画でピチ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 。うわー、危ない。ちょっと寒くなってきた。水回りからも近寄ってきているのかも知れません。うわー、なんで関川やるの今。ばっかしか。実は危険な寿命を縮めてしまう食べ物の合わせ。2分48秒ってなるらしい。長生きやめませんか。2つ目。うわぁ、なんのことなの。あれに聞こえる、あのちっちゃい子がチャリ。うわぁ、サビてーる。もうせっこくみたいな。どう考えても説明つかんパターンのやつ来たわ。これはつかないです。2つ目。これはね、うわやば。あの辺なのよ、結局。いやぁ、カメラの後ろ側なんですよ。もしくは目拾い方がでかいから、まあここなのかもしれない。みんなが見てるからそこにいるのかもしれません。いやアピールしよう。うわびくしゃも、うわびくしゃも。うわびくしゃも。続いて6分56秒、カーズがまた光るんですけど。いやー、出たよ。ちょっとね、やばい光り方するんです。えごめん、無理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 。わあ、もうやばい。何？揺れてないってことは絶対当たってるわけじゃない。そこになんか光るもん置いてるわけじゃないし。で、誰も光るようなものを持ってない。頭につけない。ってことが考えられるとすると、そこ後ろだとカメラで影になる。で、白いのこう通ってるのが見えてるわけじゃん。ここなんですよ。うわ、ここなんですよ。俺らの目の前だ。そう。続いて9分9秒、声が入ります。化学っぽいな。天然ミネラルウォーターがダメ。みんな、あーもう俺っぽいよね。めっちゃ濃いけど口が合ってない。そう、なんかね、違和感がすごいんだよね。こんな声出す。化学っぽいな。天然ミネラルウォーターがダメ。みんな声と口の動きがなんかね。で、音なくなった後、明らかにターボ喋ってるね、まだ。ターボ多いな、そんな。大丈夫か。うわー、まあでも、ターボさん確かに多いんですよ、最近。なんかこんなん多いよね、確かに。そうね。まあここまでで調査は終わるんですけれども、本日のメイン
ファーボーさんに英検が及んで、やばいんだよ。さっきの調査班はまあ皆さんももうね、うん、はいはい、ね、そみたいな、そうそそではないじゃん、ゾウまでいかないそみたいなレベルだと思うんですけれども、ここからもう本当にやばいです。一気にズズズズっていうレベル。マジ？しかも俺その動画がですね、ついに消灯した状態の事故物件に一人で徘徊したらパニックになったっていう。あ、これ一人で徘徊したやつじゃん。そう、あのリクエスト、皆さんのリクエストでやった、うん、あの電気真っ暗にして一人でワイドショットで家を取りに行ったやつ。やばいやつだな。本当にやばい、映ってはいけないものが映ってる。何4分57秒まあこんな感じです。さっきの光がめっちゃ気になるね。うん、終わりました今。えまあこんな感じです。さっきの光がめっちゃ気になるね。うん、ちょっとわかんない。え、もう出てんの？出てます。え、問題のシーンで僕止めますから。ああ、まあこんな感じです。うわー、え、かわいいじゃん。めっちゃはっきり出てんじゃん。目、鼻、口、めっちゃはっきりと顔が。エボ、だってもうちゃんと立体的になってるよ。鼻もあって、目もあって、口もある。いや、これ鼻の影でしょ。ってもう、で、もう穴まで見てる。で、これターボの脇のとこにいる。だよね、だよね、だよね。うわぁ、聞くとやばい。ターボのここにいるんです。いやいや、きつい、きつい、きつい。聞くとやばいな、これ。やば、てか階段でこの位置入れないでしょ。今まで多分一番はっきりしてくれるかも。ね、やばい、やばい。だよね。スローで見てみましょう。もういない。なんもないよ。ないよね。全然ないよ。いや、いや。これちょっと久々の怖すぎて全然声出ないパターン。逆でも見えない。これ。逆？ええ。すげえなんだ。目口口目目鼻。あ、本当だ。わかる。あ、本当だ。わかる。うわ、もうそれに。うわ、すげえ。うわ、うわ、うわ。やばい。めっちゃ睨んでる香り。いや、しかもなんか最近階段周りも多いじゃないですか。うん、すごいね。足音が降りてきてるとか、水回りの音とか、うん、新しいお客さんが来てる。やばいな。ということで本日のホラーナイト以上。いや、最後やばい。最後いかつい、いかつい。まあこんな感じでえげつないのが来ましたらメイン題材としてお話しさせていただきますので、はい、ちょっとでもゾッとした方はチャンネル登録と高評価をしないと呪われてしまうかもしれません。最近あれですよね、都市伝とホラーの続行は何かとこういう示したくるよね。確かに。白目むくな、怖い。白目むくな、怖い。指摘を入れたら白目出された。怖いわ。どうしようの。した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 。今完全に。もういいで、俺今日クソ怖いわ。もう怖いマジで。誰かいますか。やめろ。やめろやめろやめろ。やばいよ。やめろ。もう怖いマジで。誰かいますか。で。誰かいますか。で。誰かいますか。いかれるよね。ほんとやばい。ふざけんのはやめろ。おいおいおい、お前よくおかしくなってんだよ。お前薬草の化けでやばいことになった。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。俺の方見んじゃねえやで。見るだろ。7割ふざけるんだから。そりゃ。でももうここにいるのは事実だからね。いやもう、え、何が、何がここにいるんだからね。いないです。今しかも聞いた今。みたいな感じで。はぁ？聞こえたよな。わーみたいな。聞こえた方が。ガチで聞こえた。ほんまにやばい。待って、本当に、本当にやばかったよ。どこ、こっちの後ろの方だよね。後ろ、絶対後ろ。こっちの方だよ。わーみたいな。お前がふざけるから。一人で言ってたらちょっと階段乗ってきて。お前多分やばいと思うから。お前マジでふざけすぎ。あくまで一人で行ってらしてください。はい、リボンさん、一人で行ってください。あー、これどこまで行けばいい？上り下りして。上り下り、OK。はい。絶対怖い。飲めないよね。あぁ、アホ。ここですよね。ここだね。この辺か。明らかに恐ろしい。いわくつきすぎでしょ、見た目が。やばいよ、本当に。怖すぎだろ。
もう人間の顔なんてもう、そうそうそう無理あるよ、無理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 入んねん。めっちゃボケてる、めっちゃボケてる、めっちゃボケてる、めっちゃ、え、待って、それ痛いね、ボケ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 、距離的にはあと多分100メートルとか。いやどうしたんだ。あ、やばい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 。あ、手が破壊されてるね。え、あ、じゃあこれ壊したの。え、え、うわ、落ち着け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 。本日から1週間から2週間出張ホラーナイトがずっと公開される。出張ホラーナイトウィークが始まります。